心三欠。この言葉が表す人たちをご存知でしょうか。大久保利通、桂小五郎、西郷隆盛。今回はこの3人の中から、西郷隆盛について、解説していきたいと思います。今回の目次です。西郷隆盛の人生、西郷隆盛のエピソード、西郷隆盛の評価、まとめ。このチャンネルでは、歴史上の偉人を取り上げ、皆さんが歴史を学んだり、自分の道を見つける、きっかけになれるような動画を、投稿していきます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それでは本編に移りましょう。明治維新の指導的政治家です。文政10年1827年12月7日、鹿児島城下鍛冶屋町で、父吉兵衛隆盛、母政の長男として生まれました。忌み名は高永、維新後は隆盛と改めた、幼名小吉の地、吉之助全兵衛吉兵衛吉之助と称し、郷和酒井、後南州とした。価格は城下市の御将組。安政元年1854年正月中御将となり、薩摩藩主島津成明の参勤に従って江戸に行き、にわか隊役として政界の裏面工作に従った。同4年勝ち目付けとなり、成明の絵を受けて将軍徳川家定の継嗣に、一橋慶喜を擁立する運動を、越前藩士橋本早苗と共に、内直効果を実現すべく京都で暗躍し、同2年、安政の大獄が始まると、同志宗月商を堀の手から、保護するため鹿児島に帰ったが、成明死後の藩地の状況はこれを許さず、処置に窮して11月月商と、間空いて鹿児島湾海中に投身したが、西郷だけは蘇生した、藩長は菊池玄吾と、改名させて大島に遷移させた、優秀生活3年、文久2年1862年正月召喚され、大島三右衛門と改名、と目付け、にわか他兼務に服した。時に藩地でも京でも尊攘派が進出したが、藩政の実権を握っていた、藩主の父島津久光は、藩内尊攘派を抑えながら、他面でその活動を利用して、朝廷幕府に対する自藩の勢力を、張ろうと企図し、このため対外折衝の経験を持つ、西郷を必要とした。西郷は、久光が意図する状況は、尊攘撃破に乗じられるとして、その延期を権限したが、久光は拒否した。西郷は、下関で待てとの久光の命令を、無視して上京し、諸藩の志士と交わった。彼の意図は撃破の、放棄をいぶするにあったが、久光は老子を先導していると見、主命に従わぬ罪を持って、6月徳之島、ついで沖永良部島へ流罪に処し、治療家財を没収した。元治元年1864年、2月召喚の命を受けた。3月上京して軍府駅湘南道頭取となり、7月の禁門の変では、藩兵参謀として流す軍と戦った。この直後には、長州政党に積極的であったが、10月には長州処分を、寛大にすべしとの論に、変わった。大阪で幕府軍官武用勝海舟吉国と会い、夕飯連合論を説得されたためと、言われています。この頃大島姓から西郷姓に戻りました。彼は姓長総督徳川義勝の軍議に加わり、長州処分を委ねられ、自ら岩国に乗り込み、禁門の変の責任者として、長州藩家老3人を切腹させ、戦闘なしに事態を収拾した。これ以後、急速に反幕の態度を明確に、慶応元都市1865年での政府の企てる、長州再生に反対の反論をまとめ、翌年正月、土佐藩脱藩士坂本龍馬の、仲介によって長州藩の木戸孝允との間で、倒幕の薩長盟約を結んだ。7月薩摩藩は、藩主伏の名で朝廷に、長州再生反対と政体変革を建白し、藩主名で幕府に出兵拒否を通告したが、これは西郷と大久保利通の策謀に、基づいていた。慶応3年に入ると西郷の活動は、公武合体策を実施、西郷に好意を持たぬ久光を抱えて、策謀駆け引きを極める。6月には、大政奉還を目論む土佐藩の、後藤象二郎らと盟約を結ぶ一方、10月には長州藩芸州藩の倒幕派との間に、倒幕挙兵の盟約を交わし、大久保と共に岩倉ともみと、結んで倒幕の消極効果を工作した。この結果10月14日前、土佐藩主山内豊重の建白に基づき、将軍徳川義信の大政奉還の上評が、朝廷に出された前日、薩摩藩主伏宛ての倒幕の密勅が出た。12月9日の王政復古の大号令が出た時は、このクーデター計画の、首謀者西郷は諸藩兵を指揮して、宮門警備にあたり、大久保は宮中にあって、正午所会議での、供養大名を監視圧し、幕府への武力行使を挑発して、明治元年1868年正月、鳥羽伏見の戦いを決起し、西郷は2月東征大総督伏田参謀に、
任命されて統制軍を指揮し、3月旧幕府陸軍総裁勝海舟との腹芸的会談で江戸会場を無血のうちに実現した。11月半地に帰った彼は、王政復古の行進第一として、翌明治2年6月昇天6衛星2000国を賜り、10月昇三位に叙せられた。明治3年3位大久保は西郷に朝廷出資を促したが、西郷は断り、執務役として、凱旋藩兵の強く要求する、門閥打破藩政改革を、久光派の反対を抑えて実施した。藩籍奉還後の維新政府は、薩長協力の強化を企て、月直氏岩倉智美と、大久保山形有朋が鹿児島を訪れ、久光と西郷に状況の消極を伝えた。西郷は4年2月上京し、薩長度三藩からの親兵編成を定義して実現。6月三義に任せられ、7月の廃藩置県の断行に協力した。10月岩倉を全県とする、県外使節団が出発すると、留守政府の筆頭三義として、学生徴兵制基礎改正の、改革着手の最高責任者となった。この間5年7月三義県陸軍元帥となり、近衛と特に任せられ、徴兵制に不満を持つ士族出身軍人を、異部統制する役割を持たされた。廃藩置県後の統一国家建設について、主体的意見を持ち得なかった彼は、政府の改革政策に不満を持つ、藩地及び全国の不平士族の動きに、引きずられるようになった。6年6月、かねて政府が試みてきた、朝鮮との国交樹立の交渉が、暗礁に乗り上げ静観の儀が、閣議に上った時、非常な熱心さで自分を、夜間大使に任命してほしい、と説いた。彼の真意は、あくまで交渉を尽くして戦争を、避けるにあったか、士族の不平を外にそらすための財政の、名義を整えるにあったか、研究者の間に解釈の相違がある。8月17日の閣議は西郷の朝鮮派遣を決定。岩倉が記帳した後の、10月15日改めてこれを決めたが、これに反対する、木戸大久保、大隈重信を沖高等の所参に、辞表を提出した。同月18日作に窮した、太政大臣三条実富は、急病となり、岩倉がその代理となるや、23日天皇に上奏して、検死を無期延期とした。西郷は即日病を理由に、辞職と意気返上を申し出た。三義近衛と徳の辞表は、受理されたが、陸軍大将と小三味の域はそのままとなる。ついで、副島種信後藤正次郎、板垣大輔藤新平の、政官派も三義を辞し屋に下った。西郷は鹿児島に帰り、7年6月私学校を作り、士族指定の教育にあたり、また農耕と狩猟に悠々自適の生活を送っているが、内外政局にどう対処しようとしていたかを説明する資料は欠けている。10年1月西郷が薫陶した士学校生徒が、鹿児島の陸軍省火薬庫を襲うや、西郷は2月県令大山綱吉に、政府へ尋問のため上京するとの届け出をし、士族指定1万5000の兵を率いて、熊本城攻撃に出発した。しかし戦いに敗れ、9月鹿児島に逃れ帰り、同月24日城山で負傷し自刃した。51歳、鹿児島の上皇名字屋と、加古鹿御竜王に葬られた。彼は朝敵の汚名を受けたが、その死の直後、福沢諭吉は、専制権力に対する西郷の、抵抗精神を称える、明治10年長子功論を書き、内村鑑三も日清戦争の、最中の著書代表的日本人で、武士の最大なものと称揚した。明治22年2月憲法発布の大社、小三位を追贈され、31年高村光雲作の銅像が、東京上野に建てられ、35年6月獅子虎太郎は公爵を授けられた。大陸政策の先駆者として、あるいは冥利を求めぬ悲劇の英雄として、国民の中に信奉者を集めた。死後も再三にわたって、その生存説が世に流布され、いわゆる西郷伝説を生んだが、とりわけ、明治24年ロシア皇太子の来日に際して、ロシアに逃れた西郷が、ロシア皇太子の一行と共に、日本に帰ってくるという、噂話囁かれたことは有名である。西郷隆盛のエピソード。西郷は若い頃から、自分が正しいと思えば、相手が誰でも、ずけずけと意見を、述べるタイプだったようです。頑固で場の雰囲気も気にしないため、周りから煙たがられ、18歳から勤めた藩の役所では、10年間も昇進できなかったと言います。西郷には、頑なに写真撮影を拒んだという、エピソードも残っています。西郷が写真を嫌った理由には、暗殺のリスクを恐れたなど諸説ありますが、明治天皇への献上写真ですら、断ったと言われるほど、確固たる信念を持っていたようです。また、西郷は天を敬い、人を愛する意味を持つ、敬天愛人という言葉を、座右の銘としていました。信念を貫き通す性格の西郷。
身分や性別、年齢に関わらず、徹底的に人を愛し自身も、多くの人から愛される人物となったのです。西郷は、当時の日本人としては珍しく、犬をペットとして、飼育した愛犬家としても知られています。上野公園の銅像は、その愛犬を連れた姿が印象的です。西郷は大変甘いものが好きだった上に、倒幕運動が一段落した後は、運動不足がたたって、肥満と診断されていたそうです。医師に適度な運動を勧められた。西郷は大好きな犬を連れて山へ行き、うさぎ狩りを楽しみます。上野公園の西郷像が連れている犬は、うさぎ狩りのお供をしたツン、という名の薩摩犬と言われています。没後21年を経た1898年、上野公園に銅像が建てられました。銅像の原画は1878年に、イタリア人同伴画家キヨソーネによって、描かれたものですが、西郷の写真でなく、弟の継道、いとこの大山巌の写真を元に描いたものです。なぜなら、西郷は写真嫌いで、生前の西郷の写真は、残っていなかったからです。西郷の銅像の作者は、高村光雲、傍らの犬の作者は後藤貞之、西郷隆盛の評価、坂本龍馬の西郷隆盛評西郷というのは、わからぬ男だ、小さく、叩けば、小さく響き、大きく、叩けば、大きく響く、もし馬鹿なら大馬鹿で、利口なら大きな利口だろう、中岡慎太郎の西郷隆盛評人となり、肥大にしてごめんのよう意思に劣らず、古の安倍貞党なども、覚悟時かと思いやられこう、この人、学識あり、短略あり、常に加減にして、最も白釉薬に長じ、たまたま一言を出せば、確然、人の長を貫く、勝つと高くして、人を服し、しばしば観難を経て、すこぶることにローレンス、その誠実、竹市半平太に似て、学識あることはまさり、実に奇行合一の人物なに、これすなわち、当世、洛中第一の英雄にござ候。板垣大助の西郷隆盛評、維新の三傑と言って、西郷、木戸、大久保と、人を並べて言うが、なかなかどうしてそんなものではない。西郷と木戸大久保の間には、ゼロがいくつあるかわからぬ。西郷、その次に0と、いくらがあるか知れないので、木戸や大久保とは、まるでそろばんの桁が違う。今回のまとめです。島津斉彬の元で力をつけていった。斉彬の死後、等身したが蘇生した、多くの人から愛される人物であった。今回の動画は以上になります。今後もこのような動画を、投稿していくので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。